にちは。こんにちは。前回防音対策の比較を挙げたじゃないですか、うん、はいはいはい。で、まあ、吸音パネルをもうちょっと掘り下げて、うん、価格なりの差があるはずなので、うん、そこをちょっと今日は比べていきたいなと思うんですけど、うん、前回使った6万円のものとちょっとリーズナブルに出てる2万円ぐらいのものと、うんうん、もう一つあるんですよね。はい、ちょっと持ってきますね。じゃーん。これはこの小林さんと私谷口が作った自作パネル。ちょっとパネルっていうか、うん、座布団。板に座布団をくくりつけただけ。DIY。DIY。自作ですね。はい、この3つでちょっと検証してみましょうか。はい、で検証の仕方が、橋本さんに目隠しをしてもらってで弾いてみてで比較してもらう、うん、違いが感じられるのかどうか、うん、どうかっていう検証、はい、橋本違いが分かるかっていう検証動画です。で弾けるのが、うん、すごい、すごい。元の状態よりは音は下がってるなとはまずは感じましたね、うん、まだちょっと比較してないので分かんないですけど、まあ、割とその曲として弾こうとした時に、まあ、硬い音は硬い音として、まあ、出るのかなっていう、うん、なので、まあ、表現は比較的つけやすいような気がしました、うん、はい、はい。比べてどうですか？あ、悪くはないですね。ですけど、まあ、さっきのものがその曲として表現をしようとした時に硬い音が硬い音として吸音されてる中で聞こえたような感じなんですけど、うん、これは結構その吸音はされてるけども、うん、まあ、そのこもった音にのままでっていう感じはちょっとしたかなっていう感じですね。大きな音を出してもよりちょっとこう音は吸音されてるような感じがしますね。でも後部の方はそんなにされてないかなっていうのはちょっとだけ気になったんですけど、でもどちらも吸音自体はちゃんとされてるなっていう感じでした、うん、はい。いかがですか？悪くないですね。弾いてみて、うわこれはちょっとなってまではならなかったですね。ちゃんと吸音 すごいされてるなっていう時と、うん、タッチによって、あ今結構出たなっていう時はちょっと、うん、
あったかなという感じですね。橋本さんがこう3つ引いてみて、はい、一番良かったのはどれですか？どれも悪くはなかったっていうのはあるんですけど、うんうんうん、ピアノってこもればいいわけじゃなくて、その吸音はされるけども楽器っていうのはその音楽を奏でるためにあるものではあるので、うんうん、まあ、そういうところで硬い音っていうのが、まあ、程よくその出たかな、表現は割とついたかなっていうのは、まあ、一番かなっていう感じがしましたね。2番目3番目はそんなに変わりない？2番目は結構こもったなって感じが、うん、で3番目も悪くはないですし、どれも弾いた時にあちゃんと吸音効果はあるなっていう感じはしたんですけど、うん、じゃあとりあえず3つ目、はい、目あのマスク外してもらって、はいはい、あこれこれはこれは私たちが一生懸命作った座布団でした。あ悪くなかった、悪くなかったです。これを小林さんおいくら万円ですか？これは0円です。あるもので作りました。うん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 、これが2番目に使った吸音パネルで、ちょっとお値打ちなタイプのものになります。ここが本当に普通のスポンジの素材で、それを周りを段ボールで。段ボールなんですね、これ。展示が長いのでくたびれてきてますけど、本当に段ボールで覆ってあるものになります。バラつきというか演奏をする時の、するっていうとちょっと、まあちょっとその、まあ、あすごくこもってるなっていう時と、あこの辺なんか出るなっていうのは少し感じたような気がしました。これが1番目に使ったやつで、前回の動画でも紹介というか使ってたものになるんですけど、これはもうここの部分がなんだろう、ちゃんとした吸音の素材を使ってあるので、うん、音域によるばらつきとかが座布団とかスポンジに比べると出にくいのかなと思います。比較的そうですね、うん、表現は幅は結構広いんじゃないかなとは思いましたね、うん、音も抑えつつ気持ちよく弾きたいなって方には、うん、こっちの方がいいのかなっていうところですかね。まあ、やっぱり考えられてるなという感じはしましたね。というわけで、はい、まあ、比較をしてみたんですけど、まあ、あれですね、価格帯なりの差はありつつも、うん、どれも吸音しないわけじゃないので、そうですね、吸音効果はどれも感じましたね、うんうん、なので、まあ、自分の求めてるところと使い方によってその価格をかける価値があるかって言ったらあれだけど、うん、まあ、自分はどうかなっていうので選んでみてもいいのかなと。自分でできないわけでもない。そうですね、うん、意外に私たちが作った座布団、あれ良かった、結果的っていうのがびっくりでした。もっとなんか悪いと思ってたけど、意外と、うん、そんなにばらつきもひどいこともなく、うん、普通にこれ使えるなって思いました。ただまあやっぱり高いのは高いなりの良さは感じられるのかなっていうところはあったので、うん、まあ、お近くの方は良ければ店頭で試すこともできますので、うん、気になる方はご相談ください。チャンネル登録と高評価もお待ちしてます。よろしくお願いします。